ックスが危険なのはわずかなものだけ。蒸留して塩水にすれば白カビは死ぬ。お買い得品があるわよ。隠れ家へようこそ、代理人。上妙の者、なぜグレートワイの印を身につけているの？上妙の者、些細なことに夢中になって走り回り、死ぬ者たち。でもあなたには、ハルメアスモラの印がある。私の仕事を引き継ぎに来た？ありそうな話ね。待って、まさか信者から私を助けに来たの？自分が死ぬ前に。あまり言えることはない。私もついたばかりなの。この上妙の者はグレートワイに仕えていたけど、他のデイドラの信者について喋る前に死亡した。奴らは次元に耐え難い矛盾を引き起こしている。触手がうずくわ。ここの何かがハルメアスモラによって記録された運命を弱めている。おそらく愚かな上妙の者がすでに定まったものを書き換えようとしているのでしょう。これを修正するための支援が欲しい。上妙の者は報酬にゴールドを好むというのが一般的なのよね。支援してくれればいくらか渡せる。おとなしく座って混沌に飲み込まれるのを待ちたいところだけど、何かしないとダメらしい。町を調べましょう。生存者を探して信者どもの目的を突き止める。それから大きさはこんなだけど、私戦いは得意よ。前にも言ったように、運命の糸のズレが私を呼び寄せた。私の目的は逸脱を修正し、矛盾を調査して直すこと。成功するまで出ていくことはできない。理由は聞かないで。理由なんてない。ただそうだというだけ。私はスクルート、グレートワイの強力なしもべよ。私のデイドラ教団の獣たちの呼び名では、それはいいか。他のみんなは私たちをウォッチリングと呼んでいる。威厳に欠ける名称だけど、どうせイフなんてされてないし。馬鹿にしているの？私は長老を感知できるのよ。その無礼の罰として、あなたの脳みそを腐ったチーズみたいにしてやるべきね。でもそんなことして何になる？そもそも物事に意味なんてあるの？とにかく運命の要求さえあれば、驚異的な一撃を繰り出す力が私にはある。覚えておきなさい。とても強力だから。そうよ。でも運命の波紋が私をここに引きつけている時なら、ハルメアスモラの上妙の信者をそそのかして召喚させるのは難しくない。脆弱な上妙の者が殺されたのは私のせいじゃないわ。まあ私のせいかもしれないけど、そんなの誰にもわからない。運命は不思議なものよ。アラベリス？それともこの退屈な上妙の次元のこと？いや、言わなくていい。どっちにしても答えは同じ。ただの誇りのカスよ。無意味な生を送るおかしな虫たちが自分たちのことを重要と思い込んでいる場所。まるで興味が持てない。さっぱりね。我が主がこの次元に力を使えば、その結果は残留する。運命の粘土につけられた足跡は時代が過ぎるごとに固まって石と化す。ここで大昔に我が主が行った何かと相入れない出来事が起きていると感じるわ。上妙の者の集落に特別なものがあるかって？ないでしょうね。この世界に1000個くらいはある似たような平凡な場所と比べても、アラベリスは大して変わらない。まあ、デイドラ校の信者が支配するまではだけど、それはちょっと特殊なことかもしれない。ハルメアスモラの信者たちの死体以外で？奴らは隠された一族と名乗っている。でも、目に見えているから、名称は皮肉か何かでしょうね。あと、デイドラも見かけた。デイドラ校バルミーナに忠誠を誓ったクラン、ドリームカーバーのドレモラよ。
ペライトとバルミーナが協力している？それが運命の乱れの原因かもしれない。私を召喚した上妙な者は死ぬ前に悪夢の話をしていた。あなたが到着した時、私はちょうど調査を始めようとしていたところだったの。あなたにもっと触手があればよかったのに。奇妙なものは嫌な音を立てるわね。どこから出てるの？私はグレートアイの器よ。呼び出して。下がってて。起きないといけないの。起きないと。あなたは本物。またあの悪夢じゃない。随分落ち着いてるのね。この恐ろしいささやきが聞こえないの？あるよそ者が町に来たのが全ての始まりだった。テルバンニのマスターよ。彼女は古い壁水晶鉱山を買いたいと申し出た。話がうますぎると思ったわ。鉱山は何年も前に閉鎖されたんだもの。でも箱いっぱいのゴールドに村の長老たちも首を縦に振った。知ってるの？マスターシェルレニがいたのは短い間だったけど、派遣された監督官はすぐに作業員を雇い始めた。マスターシェルレニはできるだけ早く鉱山を再開したかったみたい。村の者には全員鉱山での仕事が与えられた。やがて他の人々がやってきたの。石工や他の労働者だと思ったわ。そして夢が始まった。悪夢よ。真っ暗闇の中、クジャク石や他の石を切り出してアーチや像を作るの。夢の中ではガラスや石を掘る鉱山の中にアーチを建設してたの。アーチに使われなかったものは像を修復するために運ばれていった。監督官はそう言ってたわ。毎朝疲れ切って目を覚ました。両手は血まみれ。わからない。でも監督官と作業員たちはデイドラ信者だったのよ。村人はみんな連れ去られた。私は隠れていたの。宿や緑の壁水晶を調べて信者たちが挑発した場所よ。もういいでしょ。ここから逃げなきゃ。悪夢か。バルミーナ港のようね。宿や緑の壁水晶を調べましょう。敵を滅ぼしてやる。残念ね。口ばかりで力の伴わない者がまた一人。まあどうせだから周囲を調べましょう。マスターシェルレニ、この上妙の者のことは？ああ、シ
ケルレニ・バロがここの事件に関わっていると気づくべきだった。ドリームカーバーがアポクリファを襲う計画を？その運命の乱れが私をここに呼んだのね。上妙の者のくだらない妄想だと思ったのに、すぐに解決できる些細な矛盾だろうと。なのにオブリビオンの入り口にデイドラの祠？アポクリファの侵略計画？ああ、思ったより長くかかるかもしれない。教団は鉱山を利用してアポクリファへのポータルを作った。それは明らか。我が主の領域に侵入する目的でね。奴らは他にも石を輸送してデイドラの祠を修復した。おそらくペライトかバルミーナの祠を。でもマスターシェルレニというのは何者？黒の書はアポクリファへの扉を開くもの。なら奴らはなぜ門を必要とするのか。確かにテルバンリのマスターは強大だわ。隠された一族にとっては危険で重要な存在でしょう。でもなぜここまでするの？我が主の目を逃れることなんて不可能なのに。ブライトクラウンなんて不愉快な響き。でもアポクリファの扉は秘密に通じている。トーベサードとかいうやつが夢の中で何かを見た。そのせいでバルミーナが関心を持っている。次は鉱山を調べるべきね。切り刻まれないことを祈るわ。再形成は面倒だから。私が請け負った調査はほとんど無駄になるけど、地域の研究によればこの村の地下には坑道があるらしい。入り口は東にある。どうしてあなたに我が主の印があるの？信者には見えないけど。でしょうね。上妙の者はいつも特別な肩書きをもらえる。でも実際に働くのは誰だと思う？いつも私。まあ私たちはどちらもここにいるんだから協力してもいい。これ以上状況が悪くなることはないわよね。答えなくていい。もう知ってるから。聞いたことはない。私たちが見つけた手紙によれば、そいつはバルミーナとペライトに協力している。どの勢力にもついていないドレモラらしいわ。マスターシェルレニもそいつと一緒よ。ドレモラがクランにもデイドラ校にも仕えていないのはかなり珍しい。あの夢の話は食い違いの波の中のさらなる矛盾ね。デイドラは普通夢を見ない。とにかく上妙の者のような夢は見ないの。私たちよりも上の存在だと自負しているドレモラでさえ。アポクリファに戻ったらトーベサードとかいうやつを調べるべきかもね。呼び出して。それだけか。
型の入り口はここにはない。奥へ行く必要がありそうね。手をかけば照明のもの。グレートアイの器よ、呼び出して。クジャク石、特定の条件下でマジカを吸収する数の手段。さあ、アポクリファが敵を滅ぼしてやる。行方不明の村人の一部よ。上妙なものは殻をそこら辺に残しておかないでほしい。散らかるじゃない。アーチ型の入り口、今は使われていないけど、アポクリファの力が残っているのを感じる。最近閉ざされたものに違いないわ。周囲を調べて、この入り口を使ってみる前にもっと情報が必要よ。監視人の触手に付着する虚無のダニのように、矛盾はああした道具について離れない。今は放置して、入り口が先よ。残念だけど、これで入り口を使うための呪文が手に入ったわ。はっきりしないな。シェルレニはこれをどこから見つけてきた。選択の余地はなさそうね。入り口を起動し、ハルメアスモラの敵を追ってアポクリファまで行く。普段はこんな勇ましい仕事はしないんだけど、仕方ない。私がポータルを開いたら行きましょう。使う言葉を間違えた。私の調査は終わっていない。隠された一族が我が主の領域で何を探しているのか、それを知るためには奴らを追う必要がある。あなたは私に協力することを受け入れたのだから、私についてきなさい。言っておくけど、嫌なのは私の方だから。アポクリファは上妙の者にとっては威圧的かもしれない。力もあれば絶望もある、知識もあれば狂気もある。でもあなたにはハルメアスモラの印があるわ。あなたはそこに行くべきだと思う。それに気に食わないけど、私もあなたについていくべきでしょ。上妙の者、準備して。さて、呪文は何だったっけ。そうそう、第七の影と陰鬱の名のもと、セファリアークの神殿よ、開け。さて、アポクリファよ、上妙のものは見上げないで。あなたたちは私たちの空を不穏だと感じるようだから。どれどれ。南よ、連中はあっちへ行った。
役立ちそうだ。大事にしとけ。もう絶対に負債を返せない。哀れな監視人、侵入者はまだ遠くへ行っていない。殻が消えていないもの、痕跡は西へ続いているわ。アラベリスのものよ。彼らが作らされた矛盾が周囲に強く漂っている。痕跡は西へ続いているわ。やるな。痕跡は平穏の目録に直接つながっている。大変、急いで。長妙なもの。止まれ、侵入者め。仲間は止められなかったが、これ以上お前たちを目録には入れない。楽しみだ。私は平穏の目録を訪れることを許されていなかった。これは失礼した。ハルメアス・モラの印を帯び、グレート・アイのウォッチリングを連れているのに今気づいたんだ。私たちを助けに来てくれたのか。侵入者たちが無理やり平穏の目録に入ってきた。奴らはペライトとバルミーナの信者たちだと思うが、一体なぜ。ドリームカーバーのドレモラも一緒にいる。奴らは仲間の解読者たちを殺すか追い払ってしまった。私はただの解読者、グレートアイに仕える上妙の書記。ここは平穏の目録というアポクリファの内容を登録し、索引を作成する場所だ。ハルメアス・モラの敵はここの情報を用いて破滅的な被害をもたらすかもしれない。奴らは目録に侵入してすぐに散開した。だが二人は問いの泉に向かった。ドリームカーバーの金リーブと、これまで見たことのない模様のあるドレモラだ。グレートアイの印を持つ者よ、奴らを止めてくれ。問いの泉？それなら任せて。平穏の目録へ行くことが許されるのはハルメアス・モラが最も信頼を置く信徒と書記だけ。でももし隠された一族と奴らの仲間のドレモラが問いの泉のことを知っていたら。上妙の者、急ぎましょう。あれは索引のようなものよ。隠された一族がアポクリファで何を探しているにせよ、どこにあるのかは知らないはず。
だから正確な場所を知るため目録にやってきたのね。問いの泉にはその種の情報がある。取り出す方法を知っていればだけど、私たちが追いつく前に奴らが逃げたら私たちも同じことをすればいい。問いの泉を使って奴らを探すの。水の中にはアポクリファの全ての記録が入っている。今はグレートアイの敵もその中に含まれるわ。平穏の目録に侵入者なんて大変。問いの泉へはこの先まっすぐよ。アポクリファの敵を滅ぼしてやる。ブライトクラウンはペライトに仕えているのに、隠された一族にバルミーナとの協力を命じたの。妙な同盟ね。封印が壊されている。後を追って問いの泉へ行きましょう。最悪ね。侵入者は聖なる涙を使った。周囲を調べて、あれがないと泉を使えない。聖なる涙のある祠へつながっている。祠に涙だと？話の通じるデイドラでさえ儀式やアルケインの行動規範に頼りすぎる。ドリームカバーと隠された一族はあちこちに潜んでいる。これはグレートアイの器よ。呼び出して。頑張るんだな。いや、無理か。終わりだな。私はグレートアイの器よ。呼び出して。アイレイドは我が主をハイルマモラと呼んでいた。興味深かったから滅びたのが残念。
敵を滅ぼしてやる。終わりか。今のデイドラは大丈夫。残酷で嘘つきだからな。ドリームターバーと同盟を結んでいる奴がいても驚かない。学ぶことなどないと思っていたが、間違いだった。ガジートはグレートアイをハーモーラーと呼ぶ。聖なる涙を集めて。侵入者、いつまで。私はグレートアイの器よ、呼び出して。同名の者はグレートアイをハルマモラと呼んでいる。聖なる涙を集めて。嫉妬など全くしていないわ。さあ涙を取って泉に入れて。泉に入れば連れて行ってくれるわ。平穏の保管庫、パルメアスモラのグリフィックの主な保管場所よ。侵入者を探しましょう。グリフィックだ。これで夢の記憶の場所がわかる。デイドラ校に思い出させてもらおう。お前の望みとは違うんだな、ライル。ファルミー学校はモラの城だ。私の味方だ。私があなたを解放する。
あげないといけないのか。あなたが飛べたらずっと楽なの。飛べサードはすでにこのグリフィックに保管されていた知識を見た。私たちも調べましょう。グリフィックから観察の書が現れた。読みなさい。メイドラコーが他の領域へ入ることを禁じている。よく知られたことよ。トーベサードは失われた夢を思い出そうとしていた。我が主の領域ならそれがあると思っている。苦しめるね。それは我が主の黒の書の一つよ。書はグリフィックは永久に持ちこたえる。自ら消えたものなんて聞いたことがない。実に奇妙ね。残った文章は理解できる？とても不穏な言葉に感じる。一冊は原書の契約に関係している。古代の制約を覆す方法を探しているの。二冊目は失われた夢について言及していた。ドーベサードが取り戻そうとしている夢のような、そういう誤って配置された記憶が見つかるアポクリファのある場所について書かれていた。確かに。でもトーベサードは文書が消える前にその場所を知ったと考えるべきよ。最後の書はハルメアスモラの悪名高い黒の書。苦しめるね。危険な秘密を解放する儀式が記されていると言われている。契約はデイドラコを束縛する古代の法を指している。どのデイドラコーも物理的に他のデイドラコーの領域を侵略することはできない。それは誰もが知っている。まあ上妙の者は知らないかもしれないけど、彼らがあの本を探しているということは重要な何かを告げているわ。侵入者たちは気づかれずにアポクリファへ入る方法を見つけた。奴らは敵のデイドラコーがさらに入ってくる道を開こうとしている。そうなったら破滅だわ。これ以上ここで私たちにできることはない。平穏の目録から出ましょう。ポータルを用意するから待って。差し迫った危険はないようね。ここでなら話ができる。こんなに複雑な運命の矛盾には出会ったことがない。不一致の原因は分かったのに必要な修正ができなかった。残念ながら。まあとにかくトーベサードは追い払ったし、キンリーブも倒した。手伝いたいの？私を？なんとも奇妙な情妙のものね。だけど言うの、あなたの支援がなければ何も分からなかったかもしれない。これは約束したゴールだよ。正当な報酬でしょ。この問題には熟考がいる。また近いうちに会いましょう。さよなら。ああ待って、我が主ハルメアスモラがあなたと話したいって。私を器として使うそうよ。運命に選ばれし者よ。秘密のデイドラコーがお前に語りかけている。我はウォッチリングの目を通して観察し、話すことができる。必要ならば
彼らを通じて行動することもな。お前とスクルーとは我が気づくよりも前に脅威を発見した。それが気にかかる。だがお前とスクルーとは騙されなかった。故に贈り物を授けよう。これで領域に対する脅威に対抗するため我が力を貸しやすくなるだろう。我らの合意が続く間、お前にこのウォッチリングを使えるようにしよう。さあレラミルが来る。話を聞いてすぐに来た。ハルメアス・モラが予言したことは知っていたけど、アポクリファが侵略されるとは本気で思っていなかった。運命の意図を調べて多くのことが分かった。さあネクロム製本所に戻って分かったことを話し合いましょう。賢きレラミル、あなたもこのものを知っているの？なら教える。バルミーナの密偵が我が主の領域に侵入した。ああ、ハルメアス・モラの矛盾の審査官か。ウォッチリング、この次元は今危機にさらされている。味方は多いほどいい。スクルートは問題なさそうだ。これまでの仕事相手より人当たりがいい。